黄色竹は、玉レ霊竹目、玉タケ竹かシタケ属のキノコである。食不適。南方系のキノコで、日本国内では、本州、四国、九州の平地に広く見られる。国外では中国、東南アジア、オーストラリアなどに分布する。白色不休菌の一種で、主に紅葉樹の枯れ木に従生するが、河原竹のように密生することはない。 シンナバリンさんその名の通り全体が鮮やかな広、シュベニ色のキノコであり、傘は半円形円形、幅は3から10センチメートル。傘表面は無毛、平滑で不明瞭な関音がある。風雨にさらされると表面の鮮やかな色は退色し、灰色となる。傘の下面は濃厚色で、老年化しても色褪せない。観光は長さ1から2ミリメートルで、 高校は 1mm に6から8個と微細。肉は、淡種色で薄く、コルク質角質で非常に硬く、無味無臭であるため食用キノコとしての価値はない。食用価値はないが、赤い天然色素を持つキノコであり、キノコ染めに使われることがある。本種に含まれる色素として、フェノキサジン系色素のシンナバリンやシンナバリン酸、トラメサングインなどが同定されている。 傘表面 3D 面、高校高校拡大。ありがとうございます。